11月になってこれからイルミネーションがいい感じになっていく季節なんですが、まだ本格的じゃありません。今ご覧いただいているのは11月3日から始まったエキスポシティのイルミネーション。ここね、2015年にできたんですね。平成27年で、その時のイルミネーションは結構豪華だったんですけど、昨年はクリスマスツリーがなくて何よこれって思ってたんですけど、今年は復活してよかったです。11月に入ったので、いろんなところでイルミネーション楽しめるのかな、動画撮れるかなと思ったら、まだ早いみたいですね。正直これまでの私はそういうのあんまり興味なかったんですけど、動画っていうものを撮らないといけないっていう使命感で撮ってきました。ちょっとしつこくいかなあかんなと思うのが、韓国の徴用工判決、勇敢富士ザクザク、2018年11月2日の記事。徴用工判決で韓国致命傷、人、物、金、もはや関わることがリスクに。そうそう、私はもういち早く10年ぐらい前からこれに気づいてですね、皆さんにお伝えしているわけですよ。縁を持ったら法則発動、これ本当にマジであって、関わると必ず不幸になる。私もかなり損害があったもん。で、なんやろこの人たちって感じで観察してると、いや仲良いやってはったのに訴訟が始まったとかね、まあこれ具体的には言わへんけど。で、私ちょっと友達がある人を紹介してきたんですけど、会ってきてって言うから会いに行って、なんかこの違和感は違う人やねんなと、あ、地形かと。で、私はもうあの人とは関わりたくないから、え、何があったん、いや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 、ちょっと言うことでかくて、なんか今までの実績ないし、母のキムチが美味しいから売りたいとか言うてんで、もうそれはもうちょっと勘弁やわって言った。私はもうその人のことをバサッと切ったんですね。もう関わりたないし、その人のことを知りたいとも思えへんし、時間の無駄やし。ということで、いや、あの人はもうあかんでって言うといたんですね。しかし彼は、ある海外でその人の保証人になってしまい、多額な借金を背負ってしまったんですよ。これはどんな人にでも言えると思うねんけど、いや、何やろこの人気色悪いなって、何やろ、って思った違和感は大切にして、で、その人のことを知ろうとする努力する必要ないと思うのよ。わ、きっしょ、わ、ちょっときっと思ったら、もうそこでバサって切り捨てて、違う人と出会った方が有意義な時間が過ごせると思う。なんかキモいねんけど、こんなこと思ったらあかんわ、この人にもいいところがあるはずや、とか言ってる時間はもったいないで。記事戻りましょう。徴用工判決は低迷する韓国経済に致命傷となるのかなれなれって感じで。企業や投資家にとって法律より感情が優先する国と関わるリスクは大きく、人、物、金の韓国離れは避けられない。もう私はずーっと避けてるんだけど、避けた方がいいよ。で、ただでさえムンジェイン大統領の失政や米中貿易戦争で内憂外患だが、通貨交換協定など、スワップのことやね。スワップなど、日本の援助もほぼ不可能だ。取り返しのつかないところまで来てしまったやて。思いっきり笑いたかったから、あの、白黒の決体なアバター?顔、使うのやめたんですけどね。まあ、記事は詳しく書かれてありますが、私が言いたいのは、もう、関わったらあかんねんって。偉い目に遭うねんって。ね、いい人おんのかもしれんけど、もうあんたの優しさが、みんな巻き込むねんでって言いたい。YouTuber の皆さんもちょっと慌ててるみたいで、新日の韓国の人もいるんやからとか言って頑張ってるみたいやけど、いやーちょっとそれはなー、過去ですね。フフフ人にもいい人がいるんだよ、ということで、まあうやむやにされてきたとかいろいろあったみたいで、もうね、いい人とか悪い人とかどうでもいいわけですよ。もう関わるとちょっとやばいよ、と。いや、いい人もおるやろけど、いや、もう残念ながら、主治思想に染められた人と、親日罪、日本が好きっていうのが犯罪の国の人とは、もうちょっと距離を保ってやるならほどほどに、損害が与えられない程度に、お金貸してとか言われたらもうそこでバサリ切るとかね、もうかわいそうとかいう感情はもうほんとやめた方がいいよ。リスク高すぎなんよ。ほんまに。もう一つ、産経新聞。11月3日の記事。河野太郎外相。元徴用工への補償は韓国の責任で、河野さんは3日に街頭演説で、韓国の元徴用工をめぐる訴訟で、韓国最高裁が日本企業に賠償を命じた確定判決に関し、昭和40年の1965年に国交を正常化した際に結んだ
日韓請求権協定をもとに、元徴用工への補償は韓国政府の責任で行うべきだと訴えた。そうなんよ。でね、はっきり言ってね、強制連行とかしひんで、あの人ら一生お風呂入れへんかってんから、ちょっと無理やろ。一緒に働きたいと思う日本人はいいひんと思うで。で、河野太郎さんは、かっこ協定はかっこ閉じるってなってて、韓国政府が責任を持って韓国国民に補償や賠償をするという取り決めだ。日本政府は一人一人の個人を補償するのではなく、韓国政府にその分のお金を経済協力として渡したと述べた。河野さん、すごいね。河野さん、ほんま、お父さんで誤解されてたけど、頑張ってはるね。河野太郎さんのお父さん、赤い勢力に脅されてはんのかな？もうその辺よう分からへんけど、反面教師なんやろんな。記事戻る。経済協力の資金について次のように強調。当時の韓国の1年間の国家予算が約3億ドルという時に、日本は5億ドルを韓国に一括で渡した。それが今日に至るまで、日韓間の約束の一番の基本になった。経済協力の資金について次のように強調。当時の韓国の1年間の国家予算が約3億ドルという時に、日本は5億ドルを韓国に一括で渡した。それが今日に至るまで、日韓間の約束の一番の基本になった。判決について、次のように重ねて批判しました。国際法の原則からはありえない。日韓関係を揺るがすような大きな事件となってしまった。ゆるげゆるげもほんま申し訳ないけど、日本と韓国を罹患させたいよ、私は。関わるとろくなことないんやから、って思うねん。で、福沢諭吉さんが、お弟子さんの井上角五郎さんに、ハングル文字を復活させるようにしたお話を以前いたしましたが、ハングルは音文って言われて、当時見るのも読むのも恥ずかしいと卑下される文字やったんを復活させたんは、お弟子さんの井上角五郎さんですが、しつこくしつこく復活させようって言ったのは、福沢諭吉さんなんですね。で、その当時の韓国っていうのは非常に辛いところにいたんですね。長いこと、シナの属国やったり、まあ、赤い勢力に飲まれそうになってて、で、朝鮮半島赤く染まられると、石化されると、日本がやばいっていうことで、そこをなんとか独立させようと頑張ってたんですよ、日本政府。ね、もうちょっと文明与えずほっといたら、もっと楽しい展開になったのにと思うんですけど、まあそうはいかず。で、伊藤博文さんが殺されて、で、なぜか日韓併合の話が出てしもて、併合してもたんや。一生お風呂に入れへんかった人たち。で、現在ですね、大東亜戦争やって、アジア解放の戦いやったんですけどね、まあ、日本政府としては、日本と大国以外は植民地支配されてたから、これではいかん。日本も偉いことになるっていうことで、戦争を戦ったんですよ。で、負けたから、大東亜戦争っていう言葉を廃止、言わないようにされて、太平洋戦争っていう名前に改名させられたんですけど、まあ負けた。で、その後、吉田茂さんが、日米同盟を組んで、そのおかげで、我々日本人は、なんとかいい暮らしができてるわけですよ。日米同盟のおかげで、今のいい感じの暮らし、まあちょっとね、バブル弾けて偉いことになってますけど、どの国を見ても日本が一番いいと思うよ、私はね。で、まあ、そんな状況の中、一生懸命、反米をすり込んでくる勢力ありますが、あれは石化工作、罹患工作だと思います。何しか、日米同盟があるので、韓国見捨ててもいいわけよ。お隣の国が共産国って非常に恐ろしいことだったから、韓国を今まで、あんな状態でも助けてあげたり、いろんなことしてたんけど、もうええやん、見捨てようやって、私は思うんです。北朝鮮には、チュチュ思想という、日本を、日程を延々と、攻撃する思想があるんですね。これは中国語で私は理解いたしました。で、韓国には親日罪っていうのがあって、日本が好きっていうのが犯罪なんですよ。もうですから敵なんよ。もうね、関わらん方がええのよってもうしつこく言うよ。で、やっぱね、敵の不幸は蜜の味でさ、困ってたらめっちゃおもろいやんって私は思うね。だから見捨てたらええねん。ということで、関わったらあかんっていうお話でした。今後、K の国の人たちにも、親日の人がいるんやから、ちゃんと見極めないといけないって、混ぜよう混ぜようと、混ぜ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 しようと、なさる方が現れます。これはもう、お幸せ系の宗教なんかな、と思って、ちょっと観察してるんですけど、なんでもいいけど、それはちょっと違うような気する。親日や言うて、日本人社会に入り込もうとする人ほど、スパイかもしれないよと。
ょっと警戒心持たないとやばいですよ。